本日はリクエストにお答えして人形町のカツ丼を食べに行こうと思っております。最寄りの出口が英語出口かな。まあとりあえず出てみようねって思ったんだけど、やべえこの階段すげえ登るじゃん。ヘロヘロだよ。あーやばい、空が雨降りそうだ。もう英語出口は使いたくない。ナビ開始。その辺を曲がって3分。何これ、なんか変わった名前のラーメン屋さんだったね。でこっちじゃなくてあっちらしい。やばい、渡るとこがない。ごめんなさい、渡らして。ああ無事に渡れてよかったよ。でまっすぐ行って、おお、扇子屋さん。何この奇抜なキャラクター。干物定食。おお気になるね。でまっすぐ歩いてこの辺り、あその辺かな。あれなんか名前違う。でも到着してるね。どこ、そっち。ああ、あった。じゃじゃーん、出ました。西洋料理、小春軒。もうカツ丼ありますね。夜は喫煙できんだね。もう席が空いててよかったよ。カツ丼をください。はい、ここに置いてって言ってたっけね。ではお水でジャスティース。今日も暑かったからね、お水が美味しいわ。でカウンターの上はこんな感じになってました。メニューはこんな感じで、上にもあったね。ちょっと小さくて見えないよね。お、食事前でもお水追加してくれました。みんなは何を頼んでいるのかね。カウンターは3人ぐらい座れるのかい。食べログ話題のお店だったんだ。今お願いします。いよいよ来ましたね。じゃじゃーん、小春軒のカツ丼としじみの味噌汁。ではいただきます。いや美味しそう。卵はおっとめっちゃジューシーな半熟卵でございましたね。サイズのカツを揚げてソースにつけてある感じ。おー、このソースめっちゃうめ。お肉はちなみにこんな感じでした。垂らした。具が上にいっぱい乗ってるからご飯を発掘するのがなかなか大変で、上にゴロゴロ乗ってた野菜はじゃがいも。あれしじみどこ行った。あーしじみだ。で上に乗っかってるのをまずね食べないとご飯が掘り出せないんだよね。
野菜はかさ増しに下に引いてあるのかと思ったら上にかかってるんだね。ようやくお肉出てきましたが、肉の量もこれさ、普通にカツ1枚乗せてるより多くないかい？なんかずいぶん食べ応えあったな。いやー、私のすきっ腹も十分満たせる量でございましたね。ちょうどよろしいお味でございました。いや幸せだったな。ご飯粒最後までね残さないで食べたい。ではしじみの味噌汁飲んじゃおうかね。殻はちょっとどいてもらって、お汁を全部飲んで、で元に戻してね。はい、ごちそうさまでした。いや大満足じゃ。ごちそうさまでした。はい。はい、ありがとうございます。1500円からです。100円の返しです。どうもありがとうございました。あれ、いつの間にか私、最後のお客さんだったんだね。そりゃ失礼いたしました。お、閉店している。以上、西洋お料理。小春軒でございました。で、あっちにあったカフェがなんかちょっと気になったのでちょっと見ようかね。最初に間違えたお店もちょっと気になるよね。何これ、名前が読めないけど、結構普通に最近なメニューでしたね。玉ひでって、あー、ここのお店テイクアウト専門店だったのか。で、甘酒横丁ってことは、あ、そっちにたい焼き屋さんがあるんだね。で、じゃあ今日はこっち通って帰ってみようかね。何これ、北海道？熊が出てますけど、あれ、なんだ、あんな建物あったっけ。駅のリニューアル工事してんだ。パチンコ屋か。大穴。こちらはパチンコ屋じゃなくて穴子屋さん。あ、のり弁屋さんってあったね。そういえば食べたことないな。気になるね。ここが本店なのかい。お、ここはお肉屋さんかな。お、卵焼きが、あ、たい焼き発見。アイスもあるのね。あ、ダイソー出てきたなって思ったけど、何これ、クマちゃんがいるよ。このお店何？てかこのお店はモヘジ、あ、もんじゃ焼き屋さん、ここにあったんだ。月島まで行かなくてもいいんだね。